停電地域北、たアメリカ大停電は2003年8月14日アメリカ合衆国北東部と中西部の一部及びカナダのオンタリオ州にまたがる広範囲で起こった大停電である29時間続いた歩道と化した道路アメリカ合衆国4000万人カナダ1000万人の計5000万人がこの停電による被害を受けこの間の金融赤字は60億ドルと見積もられた 特に、航空会社や、証券取引所は、この日だけで、大赤字となった。ほとんどの交通機関が麻痺した結果、ニューヨーク、クリーブランド、デトロイト、トロント、オタワなどの大都市では、自動車道路が歩道となり、交通麻痺となってしまったため、人の渋滞が発生し、公園や路上で一晩を明かす、仕事帰りの人や学生などが多く出た。また、 真夏だったため翌日の日中は気温が摂氏30度以上になったがエアコンや扇風機が使用できなかった。原因は当初様々な説が唱えられていた。報告書ができるものの未だ様々な説が唱えられている。現在最も有力とされる原因は送電管理システムのダウンにより連鎖反応を起こしたためとされている。また停電事故報告書は 早期警告装置が誤作動を起こし、その上、オハイオ州の木の巨大な枝が落下したため、主要な三つの電線路の送電が停止したことが、理由だとしている。ありがとうございます。